最初は他社のエンジンの評価というのを結構長くやったのを覚えてますね。3気筒エンジンをいつまでもいつまでもテストさせられたのを覚えてます。先行開発家という名前だったと思うんですけども、今やってるものがそのまま最後まで商品になるかどうかもわからないし、これ やってマツダがどうなるかというほどのものでもないしとか、いろいろ虚しく思ってですね、きっかけは2012年からの CO2 規制ですね。ヨーロッパの当時180g とか 190g とか平均的に CO2 出してたのを 120g といったらものすごい改善ですよね。だからこれはもう従来のなんか小手先の技術改善というレベルではもう到底いけないと。だからエンジンのあの性能も上げて燃費も大きく改善してと、まあ、あれぐらい厳しいとやっぱり出番が来たなという。スカイを始めた頃はですね、とにかく高圧縮比エンジンでまず普通に回してみてくれと、でトルクがどれだけ出るか確かめてくれと。トルクが性能が落ちるというのは分かってたんですけど、その落ちるレベルがそんなに大したことないだろうという想定があったんです。で本当にその通りだったんで、すごい嬉しかったですね。まあエンジニアとして一番楽しい瞬間はそうですよね。何か思いついてグッと飛躍する時と、ものすごい大きな壁に当たった時にそれを突破できるようなものを思いついた時、要は負けたくない、自分たちが思ったよりいいものが出たとしたらもう心底悔しいですから、3ステップで究極まで行きますと。そのまあ第1ステップが今回のスカイですと。スカイ、いや、まあ、空に届くような高い山を登ってるんだということですよね。はい。まあ、広島のような地方にあってもちゃんとこう世界に向けて光を放っている、そういうふうに生き延びていく会社って哲学なんですよね。やっぱみんな一つの方向に向いているなというのを感じるんですよ。